令和2年10月23、24の2日間、阿蘇市一帯でコスプレをした人たちが阿蘇の風景の中で撮影を楽しむモニターツアーが開催されました。これは NPO 法人阿蘇田園空間博物館が阿蘇市の大自然と歴史文化スポットで楽しんでもらおうと企画したものです。参加者は 最大4人1組の3組で23日から阿蘇市内の宿に宿泊24日の朝宿泊先で着替えとメイクを済ませて道の駅阿蘇に集合しましたスタッフからの説明の後、参加者たちはそれぞれのグループに分かれ各スポットに移動して撮影を行いましたこのモニターーツアーは コスプレイヤーが安心して撮影できるように、あらかじめ許可を受けたロケ地を案内します。今回は、二重の峠、早高天満宮、的石、国蔵神社が用意され、二重の峠では、文後街道の石畳をバックに、さまざまなポーズで撮影を楽しんでいました。<laughs> 阿蘇田園空間博物館では、今今回の課題や改善点をもとに、今後、 コスプレイヤー向け宿泊プランの商品化を目指し、阿蘇市がコスプレイヤーの聖地になるように取り組んでいきたいということです。